草泥馬とは、中国のネット上の電子掲示板、動画などで現れるアルパカに似た外観を持つとされる架空の動物である。英語では、グラス、マッドホースと呼ばれている。草泥馬のモデルのアルパカ一文字で、草泥馬を意味する創作漢字。これもネット上で発生したもの一文字で、草泥馬を意味する創作漢字を用いた、天国作品。 草泥場は、シマウマやアルパカの姿で表現され、2009年の初め頃から動画サイトなどに投稿され始めた。草泥場は、英語の、ファックユアマザーに、同じ意味の中国語の非語、カカ、カオエンマーに類似する音の漢字を当てて、動物の名前のようにしたものである。もともとは2009年初頭に始まった、政府書記官がネット上から、 低俗な言葉などを一掃しようとした運動に対して、百度百科に草泥場、四大神獣という題名の虚構記事が書かれたことがきっかけだった。四大神獣は、ネット検閲で削除されてしまう言葉に、動音、成長違いのままで動物の名前のようになる、別の漢字を当てはめて、架空の珍獣四体の名前を作り上げ、その生態を面白おかしく書いたものであった。 中国のネチズンたちによって、これらのキャラクターを使った風刺がなされるようになり、その中でも、草泥場は実写のアルパカの映像を使ったドキュメンタリー風の動画や動揺を模したアニメーションなどが、YouTube で140万ページビューに達したことで広く知られるようになった。2009年2月9日の CCTV 関連ビル火災が起こった際には、 CCTV の報道姿勢に否定的なネチズンが火災の画像をもとに草泥場がビルを襲っているコラージュ画像を作っている。キャラクターはさらに増え続け、現在は10大真珠となっている。4大真珠と比べて他の6大真珠はさほど有名ではない。ありがとうございます。